おざます、おざます、ハレルヤ。まゆちゃん、リエさん、おはようございます、おはようございます。モーカさん、タイさん、おはようございます。アメン。主よ、聖霊様来てください。ケイコさん、おはようございます。おはようございます。今日はですね、メラニーさん、メラニーさん、おはようございます。久しぶりです、メラニーさん。今日は、曇りです。曇りですが、ちょっと寒いのでね、寒いのでレインコート着てます。レインコートは結構ですね、防寒のためにいいですよ。ハンナさん、ヤシリさん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。ヒットさん、おはようございます。はい、あんかけさん、おはようございます。メロディーさん、おはようございます。それではちょっと景色をお見せしましょう。まあ、曇ってますね。曇ってますが、まあ、こういう景色、ちっちゃなパノラマですね。ちっちゃなパノラマです。山の方はこっちですね。風が、風が吹いてます。シャンさん、おはようございます。モリンさん、おはようございます。皆さん、今日のテーマ、ルルさん、おはようございます。今日のテーマはですね、ちょっと面白いテーマです。私もですね、あることに気づきました。今日のタイトルは、人間は、被害者であり加害者である。人間は被害者であり加害者である、まあ、なんとなく皆さん理解できると思います。納豆さん、おはようございます。虐待された人が虐待する、ね、その苦しめられた人が今度は人を苦しめる、まあ、そういうことっていうのは皆さんなんとなく、理解してますよね。そういうことってありますよね。トラウマのある人が、ね、そのトラウマのゆえに人を攻撃する、人をいじめる、まあ、いじめっ子がですね、いじめっ子が親に虐待されていじめっ子になる、上司がですね、上司が、トラウマによって、パワハラをする。なんとなく分かりますよね。人間は被害者がですね、その被害の上に、ひどい目に遭ったことがゆえに今度は加害者になる、まあ、それが、まあ、なんて言うんでしょうかね、悪の連鎖、罪の連鎖。リュウビさん、おはようございます。ミニさん、あれですよね、この、罪人であるということの一つの特徴は、人間は全ての人がと、罪人であるということは、まあ、アダムとエヴァから、来た、罪の連鎖によって全ての人が、まあ、罪人であるとも言えるでしょう。ゆきひろさん、おはようございます。森林の中の公園いいですね。そうですね、なんかなんて言うんでしょうかね、まあ、その雨が降ったせいでちょっとこのしっとりとしてるとこがいいかもしれませんね。ゆうびさん、私は罪人じゃないと言ってるのに。そうですね、犯罪、ゆうびさんは犯罪を犯してないかもしれません。しかし、その犯罪を犯してないから罪人ではないということではありません。
神様が遠く離れている、神様を持っていない、イエス様を持っていないということが罪人です。リビさんの中にイエス様がいますか？いなければそれが罪だということです。なぜイエス様がいなかったら罪なのか、そこを、説明したいのです。セイキンさん、おはようございます。ハンさん、おはようございます。そう、リュビさんいませんね。正直ですね、そのイエス様がいないことが罪だということです。なぜイエス様がいないことが罪なんだ、なぜイエス様を持ってないだけで罪なんだ、そこのところはですね、すぐには理解できないので、ゆっくり、また説明していきますけれども、罪というのはですね、結局例えばですね、法律を犯す、ルールを犯す、それ罪だって分かりますよね。劉備さん、法律を犯す、ルールを犯す、これは罪だって分かりますよね。つまり、私たちの心の中に正しいルールが必要なんです。私たちの心にもしルールがなかったら、正しくない。つまり、例えばですね、何て言ったらいいのかな、形はマナーを、守っている、形はルールを守っているけど、心の中ではどうかということですね。心の中での、例えばよくね、偽善者っていう言葉あるじゃないですか。偽善者はやってることはちゃんとルールを守ってるように見えます、ちゃんとマナーもきちっとして立法も守って礼儀正しくやってるかもしれない。でも心の中で法獣がある、心の中にですね、違法がある、それが偽善者ということです。つまり人間の心の中に何があるかということですね。もし劉備さんの心の中に欲望とか自己中があったらば、それが罪なんだよということですね。そこのところを理解してください。つまりイエス様を持っているということは、心の中にイエス様を持っているということは、そのイエス様が律法であり、イエス様がルールです。その心の中でも正しい、ルールを守っているということが大事だということです。ですから罪人というのは、心の中に、ルールを持っていない、正義を持っていない、心の中は、なんて言うんでしょうか、心の中は、自分がルールになってる、自分の心が、自分の思いがルールになってる、それが、罪なんだよということですね。なんとなく分かったでしょうか。シャンさん、公園の木々を眺めてもう天国感じます。そうですよね、本当に天国を感じます。三位一体とは何ですか。三位一体とは、父子精霊が一つ。ではなぜ十字軍で民間人を虐殺したんですか。あれは間違いだと思います。十字軍は間違いだと思います。はい、それではですね、今日のタイトルをちょっと、進んでいきたいと思います。それで皆さん、人間は被害者で加害者である。この世の問題は、被害を受けた人が加害者になっていく。多くの犯罪者の心の中は、心の傷があり、トラウマがあります。今ニュースで、皆さんニュースでいろんな、犯罪のニュースがありますよね。その時皆さん見抜いてください。犯人たちは、犯人たちは、被害者だったんだ。被害者で心に傷があって、敵意があり、悪意があり、殺意があり、その被害を受けたので、
被害を受けたので今度は加害者になってるんだ。皆さん、ぜひですね、被害者をですね、正しく見てください。その被害者も、あ、ごめんなさい、加害者ですね、間違えた、加害者も、ね、加害者も被害者だったんだ、加害者も被害者だったんだ、そういうですね、その正しい見方をしましょう。犯罪者を犯罪者として見るのではなく、犯罪者を被害者として見てあげてください。そうするとですね、見えてきます、その、犯罪の真相が見えてきます。ぜひ皆さん、加害者を加害者として見ないでください。加害者を被害者として見てください。敵を愛するっていうのはそういうことではないでしょうか。敵を愛するというのは、加害者を被害者と見るんですね。敵を被害者と見るんです。敵を被害者として見ると敵を愛せるようになるんです。多くの人は、犯罪者を憎んでます、加害者を憎んでます。しかし、加害者が被害者だということを理解したときに、私たちは、加害者を愛せるようになるんです。加害者を理解、加害者のために祈れるようになるんですね。あやさん、おはようございます。そしてですね、もう一つポイントがあります。もう一つポイント、その加害者が、あ、ごめんなさい、いつも間違えちゃうな、被害者が加害者になる、被害者が加害者になるというそのあり方はサタンの働きだということです。サタンの働きはサタンが人間を苦しめます。サタンが人間を通して人間を苦しみます。それが、被害者が加害者になるというプロセスですね。サタンは、人間を苦しめ、その人間をに被害を与えます。人間を苦しめます。そしてそれが、その要するに、その被害者が加害者になっていく中で、まあ、被害者が増えていく、被害者が増えていくという、そういうサタンのプロセス、サタンのやり方です。皆さん、このことをですね、ぜひ皆さんしっかり理解してください。この世の中はサタンのプロセスで、被害者が増えていくプロセス、被害者が加害者になることによって被害者が増えていくプロセス、それがこの世だということです。つまり犯罪は増えていくということですね。犯罪は増えていき、虐待が増えていき、いじめが増えていき、パワハラが増えていくという、そういう社会だということです。つまり世の中はどんどん悪くなるという、世の中がどんどん悪くなるというプロセスです。しかしそれだけではないんです。もう一個のプロセスがあるんです、ね、もう一個のプロセス、それを今日皆さんに話したいと思います。もう一つのプロセス、それはイエス様が十字架にかかったということはどういうことですか。イエス様が十字架にかかったということは、被害者が加害者になるのではなく、いいですか、被害者が何て言ったらいいのかな、被害者が恩恵者、恩恵者、いや、おかしいな、まあいいでしょう、被害者が恩恵者になるというプロセスです。つまりどういうことですか。イエス様は被害を受けました、十字架で被害を受けました。しかし、十字架で、人を許しました。そこで、イエス様は加害者になったのではなく、イエス様は、許すという、ね、恩恵者になったんです。そしてその恩恵を受けたクリスチャンが、恩恵を受けたクリスチャンが、被害者であった、まあ、人間に被害を受けた被害者であった、人間が、そのイエス様を信じて恩恵者になっていく。
そして恩恵が恩恵を生んで、許しが許しを生んで、そこにですね、癒しが起き、そこに奇跡が起き、そこに、素晴らしい、その被害者が増えていくプロセスの反対、つまり何て言ったらいいんでしょうね、回復者、なかなかいい言葉がない、癒されるものが増えていく、癒されるものが増えていく、それが十字架のプロセスです。十字架のプロセス、皆さん分かりましたか？世の中には2つのプロセスがあります。悪魔のプロセスと、イエス様のプロセス。悪魔のプロセスとイエス様のプロセス、悪魔のプロセスは被害者が加害者になり、被害者が増えていくというプロセス。イエス様のプロセスは、許すということを通して、被害者が、被害者が減っていくというプロセス。いいですか？なんとなくわかるでしょう、皆さん。悪魔によって被害者が増えていくというプロセスと、イエス様によって被害者が減っていくというプロセスです。わお、すごいでしょ皆さん。すごいでしょ皆さん。そういう2つのプロセスがあるんです。シャンさん、人間は皆平等だと考えていた罪人は、すべてイエス様が救ってくださると信じています。何がすごい？何がすごい？皆さん、世の中が見えてきたということです。ね。この、なんだかわからないような、なんかめちゃくちゃに、良くないような、世の中を、その信仰の目で分かってきたということですね。もう一度言いますよ。2つのプロセスがあって、世の中がなぜいろいろ犯罪が多いか、それは悪魔によって被害者が増えていくプロセス、これ罪のプロセスと言ったらいいでしょうか。罪のプロセス、悪魔のプロセス、悪魔のプロセス、罪のプロセスによって被害者が増えている。ある意味で皆さんも被害者です。人間はみんな被害者かもしれません。人間がみんな被害者です。だから私たちは被害者だから、加害者として人を責めたり、悪意を持ったり、殺意を持ったりしてトラブルが起きていく、そして被害者を生んでいく。私たちが、罪を犯すことによって被害者が増えていく。これが罪のプロセス、悪魔のプロセス。わかりました？それが世の中が暴虐に満ちている、そのプロセスなんです。ヒットさん、怖い話？いや、怖い話じゃないですよ。で、もう一つのプロセス。ね。その罪のプロセスに立ち向かうプロセス。その罪の連鎖を断ち切るプロセス、被害者を減らすプロセス、被害者を増やすプロセスじゃなくて、被害者を減らすプロセスがあるんだということです。そして皆さんはそれを今学んでるということです。皆さんは過去にいろいろひどいことされたでしょう。ひどいこと言われたでしょう。そして、怒っていたり憎んでいたり、傷ついていたりしてるでしょう。しかしそこで皆さんがイエス様を信じて聖霊を受けるならば、そこで許すことができるようになり、そこで被害者が癒されて、今度は加害者になるのではなく、ヒーラーもあまり良くないな、癒す者に変わるんです。加害者になるのではなくね、恩恵者、何でしょうかね、加害者になるのではなく、皆さんが、人を愛する者に変わる。つまり、被害者が増えるのではなく、愛する者が増える。
愛するものが増える。それが十字架のプロセス、十字架のプロセスですね。ぜひ皆さん、今日電波最高、ああよかったですね。日によって違う、ね、この日によって違うというのがちょっと不思議ですが、ヒットさん、いじめられるから誰かをいじめるんですね。その通りです。タイさん、罪と迷いの道から引き戻すものは罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。皆さん、もう一度言います。世の中は、サタンによって、サタンによって罪が増し加わっている。被害者が増えている。罪が増し加わっている。しかしイエス様によって、イエス様によって愛が増し加わっている。愛が増し加わっている、それがこの世の中です。ですから日本も十字架のプロセスを、広げなければなりません。日本でも被害者が増えています。日本でも被害者が増えてますが、愛が増し加わる。愛が増し加わって被害者が癒されて、被害者が癒されて加害者が減っていく、加害者が減っていく社会にならなければなりません。それしかないのです。他にないのです。加害者を減らす方法、被害者を減らす方法、それしかないのです。十字架の働きしかないのです。十字架の働き、十字架の働きしか解決がないんです。これが霊的戦いです。霊的戦い、それは悪魔の罪の連鎖と十字架の愛の連鎖、罪の連鎖か愛の連鎖か、罪の連鎖か愛の連鎖か、どっちしかないのです。4番さん、おはようございます。十字架を背負っていく、十字架を背負っていくというのはですね、そうですね、十字架を背負っていくというのは自分の命を捧げる、自分の命をイエス様に捧げるということですね。自殺ではないですよ、自殺ではない。自分の人生を捧げる、イエス様のために捧げるということですね。聖金さん、イエス様を崇めることにより慈愛の心を持って他者を癒すことができるということか。その通りですね、その通りです。なぜ神様はサタンをすぐ滅ぼさないのか。神様のやり方があります。その愛の連鎖、愛の連鎖をクリスチャンに、託しているわけですね。神様がやるのではなく、人間がですね、託されてやるんです。お石さん、おはようございます。シャンさん、負の連鎖、負の連鎖という言葉もありますね。罪の連鎖は負の連鎖と言えるでしょう。負の連鎖を断ち切るには聖霊様の油注ぎが必要ですね。その通りです。負の連鎖か愛の連鎖か、負の連鎖か愛の連鎖か、皆さんはどっちを選びますか。皆さん、負の連鎖でいいんですか。ユビさん、憎しみの連鎖でいいんですか。多くの人は、負の連鎖の中で生きているんです。負の連鎖から愛の連鎖に変わりましょう。それが悔い改めです。それが信仰です。負の連鎖から脱出、救ってくれるんです。イエス様が負の連鎖、苦しみの連鎖から救ってくれるんです。モークさん、悔い改めます。アメン。コロンビアはリバイバルが起きてですね、コロンビアはクリスチャンが増えてます。
犯罪も多いです。犯罪も多いですが、その犯罪者がですね、クリスチャンにもなっています。シャンさん、神の愛は永遠です。それではですね、明石タイム行きましょう。ヤシリさん、加害者は神様を信じていないの、いない人です。そうですね、人間はみんな、被害者であり加害者です。人間はみんな被害者であり加害者です。しかし私たちは、加害者になってはいけません。私たちは愛の人にならなければなりません。近所さん、悔い改めて愛の伝道が必要です。自殺者がなくなりますよ。なぜ自殺するんですか？被害を受けたので、被害を受けたので、自殺してしまうんです。被害者が増えるということは、被害者が増えるということは自殺者も増えるということですね。韓国系の教会ですか？いえ、日本系の教会です。日本系の教会です。マリノさん、頑張ってください。ありがとうございます。角部屋ありました。角部屋見つかりました。ありがとうございます。それでは明石タイム行きましょう。かまぼこさん、神々と書かれています。それは三位一体のことだと言われていますね。創世記一章には神々という言葉がありますが、それは、三位一体と考えます。近所さん、憎しみの連鎖がありますよ。川崎事件や池田省、秋葉原事件、みんな憎しみの結果です。そうです。ああいう事件はみんな憎しみの連鎖です。憎しみの連鎖です。自殺したら天国に行けないんですか？自殺したら地獄に行っちゃいます。地獄、自殺してはいけません。悪魔はですね、憎しみの連鎖、罪の連鎖で人間を地獄に道連れにしたいんです。悪魔が地獄に行きます。その悪魔が人間を道連れにして、その人間をですね、地獄に道連れにしたい。それが罪の連鎖、憎しみの連鎖の、悪魔の動機ですね。悪魔の動機。聖書が書かれた時代に三位一体という解釈はありません。それはその新約になって理解できた概念ですね。新約になるまでは理解できなかったということです。イエス様を信じて、その憎しみの連鎖が愛の連鎖に、打ち勝たなければいけないことが分かった証し、罪の連鎖を断ち切り、十字架の愛の連鎖で、被害者を減らさなきゃいけないということが分かったかし、スタート、スタート。地獄では何をすればいいんですか？地獄では永遠に神を呪っていますね。地獄では永遠に神を呪っています。悪魔と同じことですね。悪魔と同じこと。天国では永遠に神を賛美します。天国では永遠に神を賛美し、地獄では永遠に神を呪います。日本人は韓国の被害者に謝罪すべきだと思いました。ジデロンさん。そうですね。日本は加害者であり、韓国は被害者ですね。日本は加害者であり、韓国、中国は被害者です。なぜルシファーはサタンになったんですか？そのあたりはちょっと難しいので、一言ではちょっと言えません。あなたは地獄知ってるの？地獄の声を聞いたことがありますね。
地獄の声、怖かったです。ものすごい怖い。加害者を許すのがキリスト教ではないんですか？その通りです。加害者を許すのがキリスト教です。慰安婦問題を取り扱った映画が今上映されています。主戦場というドキュメンタリー映画で、慰安婦問題についての、インタビューですね。インタビュードキュメンタリーで、今吉祥寺、東京の、おはようございます、東京の吉祥寺にある映画館で上映しているそうですね。出戦場という映画ですね。おはようございます。モーカさん、罪の連鎖を断ち切り、十字架で救われる人が増えてほしいです。サタンにいじめられ、被害者が増え、いつの間にか加害者になってしまうことを深く考えました。日本のリバイバルを祈ります。ビットさん、 YouTube はですね、朝は録画で後でアップします。シャンさん、トライビトが偶像崇拝していますが、イエス様の伝道を続けて神の愛を精一杯伝えています。そうですね、アメン。近所さん、人を憎まず自分の罪を認めることが大事です。アメン、アメン。リボンさん、日本が悪魔でした。日本が悪魔でした。昨日チャースクールで、ホロコーストを見たんですよね、ホロコースト。その時ですね、ヒットラーは、人種差別者、民族主義者でした。右翼、極右ですね、極右。極右の思想が、ホロコーストを起こしたわけです。翻って日本もそうだったんですね。日本もあの戦争をした理由は極右だったんですね。その極右っていうのは極の右翼、極の右翼、極右だから、あの戦争も日本の極右が起こした。ヒトラーと同じ極右だったんですね。民族主義者で人種差別主義者でした。日本は韓国人を差別し、中国人を差別したんです。ですからヒトラーと同じ時に、同じファシズム、同じ極右思想によって日本の戦争が起きたんです。そして問題なのは、今ヨーロッパでも、ね、日本でもまだまだ極右思想があるということですね。そこに問題があります。極右思想というのは、要するに人種差別者、または、民族主義者、そこに問題があるんですね。ですからヒトラーのナチズムと日本の、帝国主義は非常に共通点があるということですね。はい、それではですね、
ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、皆さん、この2つのプロセス理解してください。多くの人は知らず知らず、罪のプロセス、憎しみの連鎖、憎しみの連鎖、悪の連鎖にはまっています。被害者が加害者になっているんです。皆さんは被害者です。皆さんは、小さい時にひどいことを言われたりされたりした人が多いと思います。皆さんは、いじめられた人も多いと思います。心に傷がある人が多いです。その私たち被害者が加害者になっている。そこにまた新しい被害者を生みます。私たちが加害者になるのではなく、人を許すもの、人を愛するものにならなければなりません。それが、十字架のプロセス、愛の連鎖、愛の連鎖です。今日の放送を聞いて、分かった、真理が分かった、この世の問題点が分かった、社会の問題点が分かった、日頃の、毎日の犯罪のニュース、犯罪のニュースの、本質が分かった。なぜ犯罪が多いのか、殺人事件が多いのか、いろんな事件が多い理由が分かった。世の中はその理由を知らないけど、今、その理由が分かった、もうそのような罪の連鎖、悪の連鎖、加害者から愛の器になりたい。十字架の愛の連鎖、十字架の愛の連鎖に、変わりたい。もう、加害者でありたくない。加害者から、愛の人、愛の人になりたい。罪の連鎖から出たい、憎しみの連鎖から出たい人、アメンと言ってください。憎しみの連鎖から出て愛の連鎖に入りたい人、愛の連鎖に協力したい人、被害者をなくす運動をしたい人、被害者をなくす運動をしたい人、アメン、アメン。リュウビさん、アメン、素晴らしい。リュウビさん、よかった、分かったみたいですね。リュウビさん、よかった、アメン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 。アメン。鴨久さん、本当の十字軍ですね。愛の連鎖が本当の十字軍、ね。昔の十字軍は間違ってました。しかし、本当の十字軍が必要です。本当の十字軍。ユウさん、愛を持って愛の手を差し伸べたい。愛を持って愛の手を差し伸べたい。今聞いているあなた方は私にこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたの憎む者に善を行いなさい。天のお父様、感謝します。私たちは、被害者であり加害者でした。しかし、その加害者である私たちがイエス様によって愛の人に変えられました。憎しみの連鎖から愛の連鎖に変わりました。ありがとうございます。私たちは被害者を増やす加害者から、癒される人を増やす、愛の人に変えられました。本当に感謝します。今、アーメンと言った方々がそうなりますよ。アーメンと言った方々が憎しみの連鎖から、解放されますよ。憎しみの連鎖から、加害者でなくなりますよ。憎しみの連鎖から離れて加害者から解放されますよ。愛の器にしてください。今、アーメンと言った方々が救われますよ。サタンに組するのではなく、イエス様に協力し、愛の働きが始まりますよ。愛の働きが始まりますよ。愛の、連鎖、愛の連鎖が拡張しますよ。イエス様、それがリバイバルです。それがリバイバルです。日本にリバイバルを与えてください。サタンのプロセスが断ち切られて、サタンのプロセスが断ち切られて、十字架のプロセスが起こされますよ。イエス様、お願いします。日本を憐れんでください。日本を救ってください。
イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、希望を持ちましょう。愛の連鎖の希望です。愛の連鎖の希望です。被害者を減らしましょう。被害者を減らしましょう。加害者と被害者を減らしましょう。それじゃあまた夜7時にお会いしましょう。シャローム、良い一日を。シャローム、良い一日を。良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。